今日ご紹介するのはこちらです。カラスバスター、カラスよけ撃退グッズです。ほう、もうペラペラっとしたたったこれだけのプレートなんですけれども、はい、実は我が家、うん、自然が多いのでカラス以外にもなんかいろんな野鳥が電柱に止まって、うん、うちの家の前の道路にね白線かっていうぐらい鳥の糞がもうすごかったんですよ一時、はあ、もう洗っても洗っても毎日毎日糞されて、うん、でいろいろネットで調べて購入したのがこちら、はい、もうただのペラペラのプレートなんですけれども ね、 プラスチックもね薄いですよ。これカラスバスターという名前がついてて、はい、で会社名もカラスバスターという会社、わかりやすい、もうカラスをバスターするためのグッズを本当にいろ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 研究されている会社が作ってるものなんですね。専門ですね、まずはこういう小さいものから始めてみようと思ったら、はい、次の日から白線なくなりました。そんなにすぐに？だからすいません、ビフォーアフター撮れてないんです。はあ、そんなすぐ効くと思わなかったので、なのでね、うん、あの再現を今からあの再現してみようと思います。あ、なるほど、はい、再現ちょっとした再現 VTR です。まあ、VTR じゃないか。ゴミの近くの木にぶら下げてるだけなんです、うん、できたらこうプラプラと揺れるような形で釣ってくださいって書いてたので、我が家にあるサルスベリの木にこれを引っ掛けたんですね、うんうん、でもう一つあの自転車置き場の方2箇所引っ掛けたわけなんですけれども、はい、我が家の電柱に来た。あ、来た。カラスが。まだ可愛らしいね。夜鍋して作りました。豆やな。今日も電柱の上でみんなで糞しようかと浴びるけど、周り白線だらけにしたのかって来た。やったれやったれ言って。なんだこれはヒラヒラする。おう、言って。なんか変なサポニンっていう成分も入ってるみたいだぞ。詳しいな。僕らこれ嫌いやねんな。おう、しかも。この黄色を見ると目が見えなくなるんや。ちゃんちゃんです。はい、夜鍋して頑張りました。はい、要するにそういうことなんです。へえ、はい、カラスがこの色味を見てしまうと、うん、もう本当にチカチカしてしまって周りのゴミとかも見えなくなってしまうらしい。目がやられちゃう。嫌いな嫌いな色、色なんですね。あんまり近づきたくない色らしいんですよ、うん、でついでにこの消臭効果とかがあると言われるサポニンっていう成分も練り込まれているという、うん、ダブルの効果で逃げていくということなんです。なんかあんまり信じられなかったんですけれども、はい、本当に翌日から小鳥もいなくなった。じゃあもうスズメも来なくなった。鳥全般に効く感じなんですね、やってみた感じでは。感じみたい、うん、まあ、畑とかだったら5メートル間隔ぐらいで吊るしていって、はい、でなるべくこうヒラヒラさせておくとカラスは寄ってこないということなんですけど、うん、我が家の場合は2つあるんですけど、はい、この2枚を家の端と端にピラピラさせているだけで、うん、全くこう来なくなった。え、小鳥ぐらいはいいのになってないと思ったんですけどでももうこれほなお値段どれぐらいするんですか？はい、これね2枚セットでだいたい1500円ぐらい。あ、おで我が家の場合はもう適面に効きました。うん、まあ、できたらあの晴れた日から吊るしてくださいとかね、説明書にいろいろカラスの生態についても詳しく書いてあるので勉強になると思いますし、このね、うん、暑い夏の時にゴミ荒らされると本当本当に周りが臭くなって近所迷惑なんですよね。大変大変。困ってらっしゃる方、まああの聞いたらラッキーぐらいの感じで、そうですね、はい、使ってみてはいかがでしょうか。うん、これがこうなりますせっかく作ったから何回何回も使おう。はい、はい、というわけで番組の後半には素敵なプレゼントのお知らせもあります。以上アミルイチオシのコーナーでした。